万博あれやる必要あるかってことなんですよ。オリンピックだったりとか。一番ざっくりしたところで話すと、右と左の戦いじゃなくて、上と下の戦いなんだと。もう自民党にお願いする方がいいわっていう人もいるんだけど、ごめんごめん。自民党政権になってから経済は良くなったことなんてないんだよってことです。この30年。トラックドライバーの数が少ない、足りない。やっぱりかなりの重労働。長時間労働なわけですね。安全面を考慮したらとてもじゃないけどこのままじゃ無理だろうと、やっぱりこの輸送業に関わる人たちの賃金を上げていくしかないんですよ。建設業をやってますけども、2024年問題についてどうお感じですか？これやると生産能力、日本の供給能力低下するんじゃないですか？日本大丈夫ですかね？2024年問題っていうのは運送の世界にもあって、そして建設の世界にもあるんですね。で、両方にまたがってるものは何かって言ったら、これ労働時間の関係ですね。働き方改革っていうもので、いろんな職業に関して働き方改革がなされていったんだけれども、猶予されてたというような分野に関して、その猶予が終わるという期間、それが2024年。そこになった場合にこれまで通り働けなくなっちゃうんだから、ここに関してやっぱり労働力というか生産能力というか、本当はいついつまでに作らなきゃいけないと言われてたものが、それが完成するのが難しくなっていくんじゃないかというような問題も含まれてますよね。でもやっぱりそうは言っても労働者たちに無視打つのかってことなんですよ。一番やらなきゃいけないことは何かって言ったら、例えばその建設っていう部分に対して大手ゼネコンが大きく儲けてみたいな、わかんないですけどね。一番そいつらが跳ねていった上で下に落ちてくるものが少なかったりとか、そういう仕組みの問題もあるかもしれません。それだけじゃなくて、その単価自体がひょっとしたら下がってんのかもしれない。だってそれって例えば国が発注するものだったら、しっかりとお金をつけていくことができるわけですよね。本当は上でよっぽど大きく跳ねられない限りは。何が言いたいかって言ったら、あまりにも請求に作らなきゃいけないような建築だって、建設だったりとか土木っていうのは、例えばインフラだったりとか災害対策で、これはもうとにかく急がなきゃならないっていうものに関しては、一定の急がなきゃいけない部分はあるかもしれないけど、例えば万博あれやる必要あるかってことなんですよ。いや、もちろんね、万博によって儲かる、大手もあると思うんですよ。で、それを仕事として受けるという小さな企業もあると思うんですよ。でもこの国に存在している例えば人手であったりとか、存在している資源っていうか、例えば資材だったりとかっていうのは限られてるわけでしょ。その限られたもののリソースを万博に流すことによって、それ以外の早く上げなきゃいけなかったりとか優先度が高いものの、これスピード落ちちゃわないですかってことなんですよ。何が言いたいかってことだけど、優先順位っていうものをはっきりさせる必要があって、例えばだけれどもオリンピックだったりとか、この万博というようなところにリソースを大きく避けさせるんではなくて、人々の生活に密接した必要なもの、コンクリートの耐用年数がもう過ぎていて、インフラとしてもう朽ちそうになっているトンネルだったりとか、橋だったりとか、道路だったりとか、その他さまざま人々の生活と密接につながったインフラを優先的に真っ当な価格というか、それでちゃんと、末端のところにもお金が支払われるような形にしていくっていうようなことをやっていく必要があるんじゃないかと、私はそう思うんです。なので、建設業の人たちの労働時間っていうものを、しょうがないじゃないかっていうことだけで、なかったことにしてどんどん厳しい状況のまま放置するっていうのは問題があることで、やっぱりあくまでもこれはロボットじゃなくて人間だからってことですね。だからそれによって大きな遅れが出るじゃないか、大阪万博は。だからそこはもう敵を除外にするんだみたいなことって、むちゃくちゃイカれた話だと思うんですよ。だったら万博やめろやっていう。万博で儲けられない部分どうするんだっていうけど、実際に必要なインフラだったりいろんなものに対してそういったリソースを分配するっていうか、仕事をしてもらえるっていうことは本当はあるはずなんですよね。本当は賃金が、ね、低すぎるっていう問題がまず大きいということを指摘してると思うんですよね。まあ、建設、運輸運転手さん、
とか、あと介護とか保育とかもそうですけど、勝手に低賃金にさせられてて、だから続けれないから人手不足になっちゃってて、それで、まあ、建設現場でも、それこそ外国人、も低い給料ありきでやって、で、外国人連れてくればいいじゃないかって言って、外国人も日本人も過酷な労働を強いてるっていうのが、2024年問題の本質であるならば、国の責任で、ちゃんとそこの大切なお仕事の人の給料を増やすと。いうふうにすれば、やりたい人はまた増えてきますから。で、令和新選組は、お金は、財源はあるんだと。有限なのは、お金ではなくて、供給力なんだと。さっき代表が言ってたようなこと。つまり、労働だったり、資源だったりですよね。だから、その、私たちの本当の財産っていうのが何なのかを、今私たちが見なければいけなくて。それはこの国の宝であって、それ何なのか、人。労働なんだっていうことなんですよ。だから、その労働を、本当に人々が、必要にしてるところに流し込むためには、お金低いから集まってへんねんから、給料上げるの当たり前。で、その有限な労働力をちゃんと大切に使おうね。オリンピック万博いらないよねっていうことで、まあ、必ず本来解決できる、政治の力で解決できるというか、まあ、政治の歪められた力によってこのような問題が起きてるのだと思います。ありがとうございます。私の元同僚で50代の女性の方が今日本語学校で日本語教師をしているのですが、2024年から日本語教師の資格が国家資格になります。彼女は大学で4年間専攻をしてずっと日本語学校で勤めているのですが、経過措置の5年以内に新たに試験を受けなければ日本語教師として働けなくなります。非常に憤りを感じているという話を聞いたんですが、その彼女がですね、私は山本太郎が嫌いだというので、じゃあ分かって、今の話ちょっと山本代表に言っとくよ、お願いしとくよって話の流れで言ってしまったので、とりあえずお伝えはしたのですが、質問としては、そういう何かこう決まった制度に対して、私は今インボイス制度も反対しているんですが、個人としてこう反対だと、それはおかしいんじゃないかっていう声を上げていくためにはどうしたらいいかっていうのを、ぜひ彼女にアドバイスをお願いします。ありがとうございます。今私たちが取り組んでることっていうのは、すぐに結果が出ないっていう部分なんですよね。それがすごく歯がゆいんですよ。一番ざっくりしたところで話すと、右と左の戦いじゃなくて上と下の戦いなんだと。で、この構造はどれぐらいの期間をもって作られたんですかってことですけども、数十年かかって構築されてきてるわけですよ。その力のある方、資本側にコントロールされている議員が圧倒的に多い中で、そこと、それをひっくり返していく、今の体制をひっくり返していくっていうことがスタートしなければ、そのオセロは変わっていかないんですよ、内容は。インボイスがいくら悪いって言ったとしても、彼らがインボイスをやめるっていう決断をしなければ、今の時点でそれが変わることはほぼないんですよ。じゃあなんだよって、そんなの今応援したって一緒じゃないか。今、この苦しい私を何とかしてほしいって話だ。多くの方はそう思っちゃうんです。でも違うんですよ。この国のオーナーが事実上白紙委任をし続けた結果、国が大きく壊されて、好き放題された結果、インボイスだったり、様々な不都合なものっていうか、みんなの首を絞めるようなものが出されてきているだけのことなんですよ。だからこれを一夜にしてひっくり返すっていうのがなかなか難しいんですね。じゃあ何ができますかって言ったら、できる限り早く、この数十年構築された社会を変えていくっていう運動にしていかなきゃダメなんです。だから、インボイスっていうことがもう10月から始まって、みたいな話ですよね。おそらくこの先、多くの事業者たちが倒れていくというか、廃業を選んでっていうようなことをしていきながら、もしくは継続はするけれども、見入りが少なくなってってことで、ギリギリでやっていかなきゃいけないっていう非常に辛い局面がやってくると思うんですけど、もういいやじゃなくて、インボイスみたいなとんでもないものを通す奴らに対して、ちゃんとお仕置きしなきゃダメなんです。で、それさえももうやめさせなきゃダメだっていう社会を一緒に作っていかなきゃダメなんです。その人の気づきはインボイスからかもしれない。だとするならば、そこから一緒にひっくり返すための力を結集していくっていうことをやっていかなきゃダメなんですね。めんどくさ、それだったらもう自民党にお願いする方がいいわっていう人もいるんだけど、ごめんごめん、自民党政権になってから経済は良くなったことなんてないんだよってことです。この30年自民党が担い続けてきて、国は壊れ続けてんだってことです。それ考えたときに、やっぱり違う選択肢をみんなで育てていかなきゃダメなんです。そう考えたら、その人にちゃんと話が聞いてもらえるかどうかはわからないけれども、この世の不条理だったりというものに、
政治的な不条理ってものに気づいたんだったら、それは変えていけることだから、そういうルールになってるんです。だからそれは政治をもって変えていこうと。で、山本太郎や令和がダメだって言うんだったら、それは別のところでもいいからやった方がいい。結局今の自民党に対抗できるという部分、まあ維新とかはもう自民党ですからね、事実上の。それ以外の野党の中でまだ令和より信頼できるに違うかというところで、それを応援してしっかり自分の意思でこの国を変えていくってことを意識してほしいんです。そういうものが重要になってくるだろうってことなんですね。おそらくその日本語教師っていうのは非常に曖昧な立場にされてきて、昔学校教育をやってましたっていうようなボランティアで参加するような方々もいらっしゃったりとか、事実上そこには値段があってないようなものでみたいな話ですね。で、そこに対してこの国家資格としてまた新たに加えるっていう話は、これお前資格ビジネスじゃないかよっていう部分結構大きいと思うんです。一番やらなきゃいけないことは何かって言ったら、その特にそのお友達の場合にはしっかりとそういう人に物事を教える、外国人に対して日本語をいかに教えていくかってことの基礎から積み上げてきたっていう方ですよね。その人に対してその他の人たちと同じ扱いじゃダメなんですよ。プロなんだから、専門職なんだから、そこに対してちゃんとした処遇も与えなきゃいけないし、身分も与えなきゃいけないしってことを本当は国がやらなきゃダメなんです。でもまあその増えていっているっていうところをですね、安く上げようとか、場当たり的になんとかつなごうっていうことでここまで来て、で最終的にまた新しい資格がみたいな話になって、これまたこれビジネスにつながってんですよ。だから今社会の中で何が国会っていう場で決められてるかって言ったら、その業界だったりその団体に対してどれだけ利益が横流しできるかってことを中心に決まっていくんですね。多分そういうことの流れだろうなって私は思ってます。だからしっかりと自分の積み上げてきたという様々な知見を人に教育として渡すっていう行為ができる人に関しては、これはちゃんと国が保障しなきゃダメなんですね。そういう形にしていくっていうのも多分そのインボイスの話とも同じだと思います。今はこの路線で突っ走るっていうのはもう決まってるんですよ。資本家と国の間でもそれ決めてるわけですね、どういう制度にしていくか。けれどもそれはいつかそれを正す時が来るっていう、作らなきゃダメなんです。誰かが何かをやるだろうっていうことじゃなくて、当事者であるその人が気づいた時にそこからが始まりなんですよね、本当は。なのでなかなか難しい問題なんですけれども、非正規の人が正規に変わった途端にその非正規の運動っていうところが距離を置いてしまう人もいる。でもそうじゃなくて、非正規から正規に変わってもその非正規だったり労働者っていうところの運動にずっと関わる人たちもいる。できればその関わったりとかその不条理を思った人が継続して社会を変えるために力を合わせていくっていうのが一番手っ取り早いんですよ、近道なんです。でも毎日の生活ただでさえ大変な中でそれも一緒にやっていくというのは非常に大変なことではあるんだけれども、そうやっていかないと変えていけないっていうか、逆に言ったら変えていけるってことなんですよね、そういうことをやっていけば。なのでできれば、令和新選組っていうところに目を向けて一緒にやっていきたいんですけれども、その人が拒否を山本はないだろうっていうことなんだったら別の政党でもいい。何かしらの、自分が考えているのと被っている自分の価値観と近いところで応援していってもらう、政治をウォッチしてもらう、監視してもらうってことにぜひ関わっていただきたいなというふうに思います。運送業の一応2024年問題で多少国ではスピードを上げるっては言ってるのですが、山本太郎さんとしては運送業の2024年問題を解決するにはどうしたらいいかをお聞きしたいです。ありがとうございます。2024年にもうこの一番大きな波がやってくるのが建設、そして運送だと、輸送だと言われていますね。トラックドライバーの数が少ない、足りない、やっぱりかなりの重労働、長時間労働なわけですね。この物を運ぶだけじゃなくてその積み下ろしまでやらなきゃいけないってことで、体力的にも大変だし、安全面を考慮したらとてもじゃないけどこのままじゃ無理だろうということを考えていくならば、やらなきゃいけないことは何かって言ったら、やっぱりこの輸送業に関わる人たちの賃金を上げていくしかないんですよ。人が集まるという状況を作っていくしかない。そのためにやっぱり国が補助を入れていくっていうことが一番重要なんだろうと私は思ってます。補助を入れていく、そして人を増やしていくってことなんですけれども、誰でも彼でもというわけにいかないですよね。やっぱり一定の、技能を持っていなきゃいけないわけだから、そういう人たちを育てていくということにも国は投資をしていくべきだというふうに思ってます。でもう一つ、これは非常にやり方としてどうやっていくべきかってことをこれ議論していかなきゃダメなんですけど、
トラックドライバーが現地に着きます。現地についてその荷の積み下ろしという部分に関してそれをサポートするような私は、雇用が必要なんじゃないかと。そこに対しても国はお金出していく必要があると思うんですね。じゃないと物が届かなくなるってことがこの先増えていくんだと。あまりにもちょっと今例えば輸送料ただとか送料無料でとかですね、で時間指定でとか、かなりなんだろう、消費者に対してはプラスだけれども輸送業の方々に関してはかなり厳しい状況が広がっているので、そこを是正していく必要があるというふうに思ってます。基本は何かと言ったらやっぱり国がお金を出していきながらその輸送に関わる事業者であったりで、そこで働く方々に対してやっぱりこれは後押しをしていく、財政措置をしていく必要があるだろうという考え方です。ありがとうございます。実際にやられてるんですか。例えばですけど、今どんな一番しんどいこととか、なんか今こんな大変なんだってことをぜひ教えていただければと思います。やっぱり労働時間ですね。どんな感じなんですか。自分は一応スーパーの配送をやってるんですが、休みがない、休憩の時間がまあ取れないっていうか。車を運転する距離というものはそこまで長距離ではないと、近距離で、まあ自分配送ですね、はい。なるほど。近くの物を運んでスーパーとかに納入したりとかということをされてるってことですね。はい。やっぱり現場で働こうとする人たちはなかなか増えない状態ですか。ですね、うん、それはやっぱりその休憩時間がないっていうのはやっぱりあれですよね、人が少ない分自分が背負わなきゃいけない分量が多くなっちゃって、はい、休憩を挟んでる暇がないってことですか。そうですね。これ週には休みは取れてるんですか。週2日、週1日みたいな休みは、まあありませんね。ない、はい、これ結構つらい話ですね。大変なことだと思います。だからやっぱりその代替要員みたいなものがやっぱり必要であり、この仕事に就けば結構高い給料もらえるよなみたいな状況にしていく以外はなかなか方法がないんだろうと、そう思います。そこに対して事業者任せにしちゃうっていうのはやっぱり厳しいんですよね。これをじゃあ、事業者が国が助けてくれないんだったらもうこれは輸送費を上げるしかないんだと、コストを上げるしかないんだって言ったらどこに行きますかって言ったら、これ消費者に行くんですよね。で今皆さんに対してそのような価格が上がるようなことがこれ以上増えちゃったらさらに生活厳しくなると。やはり今みたいな状況であるならばこれは国がちゃんと財政措置、お金を出していくってことをやらなきゃいけないだろうと、そういう考え方です。ありがとうございます。